はようございます。おはようございます。採用2年目の後藤です。同じく採用2年目の桑原です。採用1年目の戸田です。今日は林野町の現場の最前線で働く森林館のお仕事をこの3人の目で確かめていきたいと思います。よいしょ。やった。ついに来る。楽しみですね。楽しみですね。ということで早速車で移動していきましょう。行きましょう、はい、行きましょう。ということで、ここでお仕事されている森林館に今回は会いに来たわけですけれども、はい、はい、じゃあ登場してもらいましょうか。はい、はい、昼の森林事務所で勤務している横山です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はこの先にある鹿柵を見に行けたらと思っています。それでは行きましょう。おお。ちょっとさっきの恥ずかしかったですねそうですね、すいません。なんか反射で私手がこうなっちゃった。山が見えて朝は結構降ってましたね。すごい青空が見える音。そうですね、山がこっちを降りてますね。本当ですね。切った後に植樹したやつですか。そうです。周り覆ってるやつが鹿柵です。すごい。ネットが破れてないかとかっていうのも見回りとかでぐるぐるっと回る。あ、そうですね。ネットがなんか破れてるところとかがあったりしたら、なんかね、こういうので巻いて直せるやつがあるんですね。金網柵なんですよね。はい、で修理されたところさっきのやつで、あ、これはいいですか。金網とネットを、そうですね、ネットをつなぐやつで。確かにこれがあれば鹿さんも行けなさそうですね。そうなんです。おお、ここは？ここか。ここですか？ここが。おお。超高速系。平均でも50センチ近くあるっていう、大きな木になってますね。この木とかも結構、ちょっと厚みの。これ48センチですか？もうちょっとありそうですか？ありそうですよね。1メートルぐらいありますか？そうですよね、結構ありますよね。1メートルありそうですよね。その一日のスケジュールみたいなのってどういった流れで過ごされてるんですか？一日のスケジュール、ちょっと手書きで書いてきたんですけれど、朝8時始業でだいたい始まって16時45分までが定時っていう風になってるんですけれど、朝出社したらまずメールをチェックして、その後現場へ移動してから、現場仕事っていう感じになります。午後も現場に出たりだとか、場合によっては天候とかそういうものによって午後はじゃあ事務仕事とか、そういうところも割とフレキシブルに変えられたりするので、日によって
こへ行くか何をするかっていうのはだいぶ柔軟に決められる感じの仕事になってます。福山さんにとって森林館ってどんなものですか？ベテランの森林館だったらかっこよく森の管理人ですみたいに言えるかもしれないんですけど私にとって今森林館っていうのはいろんなことを勉強させてもらえる貴重な機会っていうか、なんていうか、いろんなものを見れる機会だと思っています。ここから先に向かってここで終わりではなくって、ここでいろいろ吸収して、はい、また新たなステージに行く、はい、最後にこれから森林館を目指している学生の方であったりとか、将来なりたいなって考えていらっしゃる方にメッセージをお願いします。宮城の職員の方はとっても温かくて優しい方が多くて、すごく働きやすい職場だと思います。森林館になって現場とかを間近で見れるっていう、こんな仕事もなかなかない仕事、珍しい仕事だと思いますので、ぜひ皆さん宮城に入って森林館になってください。お待ちしています。ありがとうございました。第3弾の動画もお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。